はい、速稼塾の久保です。今回ですね、私自宅を買って5年目になるんですね。で、当然ですけども火災保険に入っております。火災保険っていうと火事が起きた時に、まあ、その損害分を保証してもらう保険のような気がするんですけども、これは最近ねよく知られるようになったんですけども、実はですね、火災保険っていうのは風害ですとか水害、要するに、まあ、大雨が降ったりね、それから台風が来たりとか地震が来たりした時の破損も、まあ、自然災害保障としてね、保険でカバーしていただけるんですよね。でも多くの方がご存じないように、そういった時の損害って自分で直しちゃったりするんですよね。かくいう私も、この家を買った時に外壁塗装をお願いしたんですよ。費用は200万ほどかかりました。で、これもちろん自費で払いました。で、それは良かったんですけども、今考えてみるとね、そして相談してみると、いや、その外壁塗装もそれは保険で出ますよって話だったんですよ。ちょっともったいないことしたなと思いながらも、今回家屋調査をねもう一回お願いしたんですね。そうすると今見積書がやってまいりました。これはね、一般社団法人なんとかなんとかサービスっていうところです。ちょっと社名は控えさせていただきますけども、こちらの方から診断書が来まして、こういうふうな見積書が来ました。で、現在外壁塗装が完了した状態で私の家を診断してもらいまして、ここからですね、災害に当たると思われるところの復旧費用の見積もりが出たんですけども、驚くべき金額ですよ。すごい金額です。私ね、保険からね100万でもなく200万でもなく300万以上の保険金が出るという見積もりなんですよね。もちろん保険会社には保険会社の、いろいろ診断があると思いますんで、そちらの方で金額の調整がなされるとは思いますが、写真付きでこうやって来てるんですよね。確かに、ちょっとね、お見せできないですけども、外観、そうですね、そしてカーポートは特になんですけども、だいぶ歪んでいたりとか、天井のね、カーボンが、台風の時にバリッと壊れたりしてるんですよ。さまざまありますね。で、そういったところも当然今回の修理に当たるわけなんですね。で、家の中とかはダメなんですけども、家の外、外壁の破損ですとかね、トタンの屋根の壊れですとか、当然ですけどひび割れとかね、ありますね。写真付きで、瓦の浮き歪み、こういうのも確認されてます。瓦屋根なんでね、瓦っていうのは長い、間にはいろんな風水害にさらされて傷むわけなんですよ。で、当然ですけども、この家30年なんですけども、台風も何度か経験してますしね、大雨っていうのも経験してます。で、風速何十メートルみたいなんで、もう外出を禁止とかね、禁止っていうのは町内ですけども、外出しないようにしようねとか、あとは庭にある植木とか、荷物を玄関の中に入れて吹き飛ばないようにしようねみたいな、そのぐらいの強い風とか吹いてるわけですよ。で、そんな中でもやっぱりね、なんか物が飛んできてバーンとぶち当たったりとか、ガラスが割れたりって被害は多少あるんですよ。我が家にも多少ありました。ガラスが割れたりはなかったんですけども、いろんなところがそういった意味で傷みました。で、今回さまざまね、見ていただいた結果、金額的にはね、339万1326円の保険金の請求ができるということだったんですよ。すごいですね。で、外壁塗装してなければこれ500万ぐらいの請求ができたってことなんでしょうね。さすがね、この家ってのは5100万の実売価格だったんですよ、最初。計画住宅、注文住宅なんで高いところもありますし、あと土地がね、すごくいいところなんでね。だから大部分は土地代です。私は中古で買ったんですけども、9割は土地代で、上物は100万って言われましたね。9割っていうとちょっと計算おかしいですけども、2800万で購入して100万円が上物、2700万は土地だということなんですよ。だから大部分が私は土地を買ったみたいな感じなのかなっていうふうに考えています。もちろんね、土地付き家付きで購入したんで、そのどこどこがいくらですよっていう割合は正確には出てませんけどね。周りの環境とかね、そういったものも金額に含まれてるんだと思います。本当にね、近所の方とかとっても面倒見のいい方っていうか、仲良くしてくださる方ばかりで、環境はいいんですよ。なんか周りみんなお金持ちでね、すごいなと、すごい地区に住んだなと思いますけどね。
まあ、見積もりも細かく出てます。どこの回復費用にいくらかかるんだとか、どこのコンクリートがいくらぐらいの修理代なんだとかね、それを運搬する費用とか人件費とか監督者の日当とか、こういうのも細かく出てますね。こうやって細かく出てますというところなんで、これをもとに、保険会社に請求をして認められれば修理ができるかなっていうところですね。で、まあこの会社いろいろとお世話になったところに手数料も結構ね払わないといけないところがありますけども、まあにしてもねやっぱすごいなと思いますよこれは、まあということでね、これからこの会社にね連絡を取って、この後の流れを聞いて各種手続きをしていこうかと思います。すごい金額をね振り出していただくことになるのかなと思いますけどね、はい、ということで本日は以上ですけども、すごいですね。でこの流れでね、他の建物もどんどん進めていこうかと思います。本日は以上です。